神戸市東灘区阪神大木駅の近くで1歳未満のワンちゃんのしつけ方教室をしています藤本です。今日はですね、子犬のしつけでものすごく大事なポイント、ご褒美なんですけども、このご褒美ね、使うんですか使わないんですかこれについてね、今回お話しさせていただこうかなと思います。本当に使わないって聞いたんですけどいいんでしょうかね。使うと良くないって聞いたんですけどどうなんでしょうか。いろんなね、こう悩みというかあると思うんですけども、まあ、僕はこう考えますよっていうことを今回一つお話しさせていただこうかなと思います。なのでね、こういうのしつけうまくいかないなーっていう方とか、どういう結局どう使ってあげたらいいんだろうなとかって形で、このご褒美について悩まれている方はぜひ最後までチェックしてほしいかなと思います。では本題に入る前にお知らせです。この YouTube の他にブログ、あと Instagram しています。ブログは僕の思いを発信しています。インスタグラムに関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄からチェックできるんで、よかったらチェックしてみてください。というわけでね、ご褒美使うんですか使わないんですかっていうことなんですけども、僕の、意見として、結論から言うと使います。使う、はい。やっぱりね、こうワンちゃんからしたらね、意味がなくなるんですよね。例えばトイレシーツの上にトイレをするとかも意味わかんないじゃないですか、ね、別にここでしてもいいし、ここでもしどこでもいいでしょ、トイレなんかワンちゃんからしてね。けど人間からすると汚れたら嫌だから、何掃除が大変だからって言ってこのシートの上でってしてるわけですね。クレートもそうです。なんでここ入るのかっていうのも意味もわかんないじゃないですか。人からするといろんな預ける時だったりとか移動する時とかっていう風に絶対使うから、やっぱやってほしいよねっていう思いがあると思うんです。まあ、こういった形で人とワンちゃんとではやっぱり意味付けが違うので、やっぱりなんだろうな、しっかりと、そこでもう一回トイレしてほしいとか、そこでもう一回履いてほしいとかっていう形で、ぜひぜひご褒美を使っていく。でこれ使わないってことはどういうことかというと、もう一人ブラック企業なんですよ。一人ブラック企業、はい。やっぱりこう何て言うんだろう、まあ、要は簡単に言うと全然給料上げないんですよ。意味はちょっと違うんですよ、実はね、ご褒美ってね。はい、けど皆さんどうですか、お仕事どうですか、お給料なしでやれますか。できないですよね。で生活ができないぐらいのお給料でお仕事させてくださいとも言いませんよね。今最低賃金と決まってると思うんですけど、それ以下でやろうとはしないですよね。もうそれと同じなんですよね。けどね、私たちは毎月決まった日にちに給料であればね、いくらが欲しいとかってあるんですけどもね、その毎回毎月毎月毎回毎回もらえるわけじゃないですか。ワンちゃんどうですか、ね、毎月じゃないんですよ、毎回じゃないんですよ。しかも、ね、ご褒美あげない代わりによくできたねって声がかけられる。皆さん声がけが給料の代わりになりますか。まだならないですよね。そうだからやっぱりそのあたりが一人ブラック企業をするんですよ。だからうまくいかないです。はい、というわけでしっかりとご褒美は毎回買ってあげてくださいねっていう話です。まあ、もちろんね、ワンちゃんの場合、学習の場合はね、もう定着してしまってね、ご褒美使わないって場合もできますけども、まあ、ほぼほぼもう3歳とか1歳とか2歳3歳とかね、まだまだ未熟な時、若い時はやっぱりどんどん使ってあげるっていうのをぜひやってあげてください。まあこんな感じでね、今回ご褒美についてねお話しさせていただいたんですけども、じゃあ使うと分かったんですけどもね、ただね、その使い方、すごい大きさ、めちゃくちゃ大事です。数宿題でお話しさせていただきます。それでサイズなんですけども、これ宿題なんでね、ぜひ皆さん今日のご褒美からチェックしてほしいかなと思います。めっちゃでかいボールをボコーンっていくわけでませんかね。やっぱりワンちゃんっていうのはやっぱ体もちっちゃいっていうのもあるんですけども、実は大事なことは量、大きさよりも数が大事です。はい、すなわちご褒美っていうのは小さくしなきゃいけないんですね。はい、でどれぐらい小さくしてあげたらいいのか、ね、大型犬の子だったら親指の爪の半分と言われてます、ね、で小型犬の子は、ね、親指の爪の4分の1ぐらいを目安にしてください。はい、もうそれぐらいを、もうめんどくさいけど切らなきゃいけないんですよ。そういう用途があったらいいんですけどね、ちっちゃくなってるようなのがね、この手間結構地味にめんどくさいんでね、そういうちっちゃいやつがあればそっちを使ってほしいかなと思いますし、なければもうちょきちょきちぎるしかないです。というわけで人の、小型犬の子であれば爪、ね、4分の1ぐらいのサイズで、どん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 しっかり使ってあげる。小さいから何回も使えますもんね。
はい、そういった形でぜひやってあげてほしいかなと思います。はい、こんな感じでね、今回ご褒美のおやつね、おやつの使い方についてね、お話をさせていただきました。もう今日から早速嫌だと思いますって方は、いいねとかコメントいただけると励みになります。よかったらお願いします。こんな感じでね、しつけについてもね、うちではここ横でお話しさせていただいております。そのね、しつけ方教室の前のね、入学説明会っていうのがあるので、一歳未満しつけ悩む方とかね、おやつどういう風に使ったらいいのかなって悩んでる方はぜひ下の概要欄にリンク貼ってますのでチェックしてみてください。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。